はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。ファイナルファンタジー16のゲームプレイが公開、発売時期や新要素などを解説ということでね、先日のステートオブプレイでバイオハザード RE4 がね、いきなり発表になって、でその後何が来るかなと思ったら、一番最後にですよ、一番最後にファイナルファンタジー16の新しい予告編とね、発売時期が発表されたということで、また話題になっております。でまず発表された内容のね、概要なんですけれども、2023年の夏に発売予定であるということがドドンと発表されました。来年の夏はね、また暑いなということですよね。ただまた気になるんだけれども、バイオRE4もそうだったんだけれども、プレイステーション5独占タイトルということで、RE4 と一緒で PS4 ではもうできないタイトルということなんですね。まあ独占といってもね、1年後とかに PC 版が出るとかそういうことはあるとは思うんですけれども、とにかく最初はプレイステーション5専用のね、ゲームということみたいです。で今回新しく出てきたのが、主人公のバトルシーンがちょっと詳しく出てきたり、あとは巨大召喚獣同士の戦闘シーンが少し詳しく出てきたり、あとはちょっとお色気シーンがあるよみたいなのがね、パーッと出てきたりという感じになっております。なのでね、今日はこの辺のことをまとめて紹介していきたいなと思います。いや、ファイナルファンタジー16もね、調べれば調べるほど面白そうなタイトルなので、非常に楽しみという感じです。で始める前にちょっと専門用語みたいのが結構あって、これがわからないとゲームの話についていけないんじゃないかなというところあるのでね、まずはファイナルファンタジー16を楽しむための基礎知識として、本当ね、もう基本中の基本みたいなところを紹介しておきたいなと思います。でもっと詳しく知りたい方は、公式ホームページに結構たくさん情報が出ておりますので、概要欄にねリンク出しておきますので、ぜひそちらの方確認してみてください。キャラクターとかね、ワールド、世界観とかがね、詳しく出ております。でまず絶対知っておきたいのがドミナントという言葉で、ドミナントって何かっていうと、要するにフェニックスとかタイタンとかの召喚獣を体に宿した人のことみたいです。でものすごい力を秘めていて、巨大召喚獣になることもできるし、人の姿のままその召喚獣の力を一部使うとか、誰かに渡すとか、そういうこともできるみたいですね。なのですごく貴重な存在なので、国に一人ずつぐらいの勢いでしかいなくって、まあ、大抵王家の人だったり、もしくはそれを兵器として使ってる国もあったりとか、非常に強力なね、この世界でキーを成すような存在ということみたいです。でマザークリスタルというのがあって、これは後ろの映像のその山になってるみたいなやつ、これみたいなでっかい山のようなクリスタルのことを言うみたいで、基本国とか各勢力一つずつ、この大きいマザークリスタルを中心に国とか勢力ができているみたいな感じで、でこのマザークリスタルから魔法の力みたいのを恩恵を受けて、そのみんな暮らしているということみたいです。召喚獣とかもこれから出てくるのかな、これから多分継承されてみたいな感じだと思うんだけれども、ちょっとその辺は詳しくはね、わからないんですけれども。でクライブというのが主人公で、彼は王家の長男だったんだけれども、召喚獣を継承できないで、弟がねドミナントになって、そのフェニックスを継承したという感じの主人公みたいです。でもいいお兄ちゃんで、弟のために鍛錬を積んで、自分は騎士になって弟を守るぞみたいな、なんかそんな感じのね、主人公という感じです。ではですね、今回紹介された主人公のバトルシーンを詳しく解説していきたいなと思うんですけれども、今回いろんなね、スキルとかアイテムとかのそのボタンのアイコンとかが出てくるようになってきて、操作感がね、なんとなく分かるようになったという感じです。で左下にまずアイテム、十字キーで多分このセットしたアイテムとかを使えるようになるんだけれども、基本ポーションとかの回復アイテム系がね、あるみたいですね、これだと。で右側が攻撃とかのアクションボタンということみたいで、丸とか四角とか三角とかですよね、これを押してなんかスキルを使っていくとか、ただの攻撃とかジャンプとかあるみたいです。で左上がちょっといろいろあって難しいんだけれども、まず黄緑色のがヒットポイントで、その下がまあマジックポイントかスキルポイントみたいな感じだと思うんですけれども、ヒットポイントと MP が表示されているという感じで、その左にアイコンでどう考えても召喚獣なんですね。これ今自分がセットしている召喚獣がバンって出てて、その下に次の召喚獣が順番待ちしてるみたいな感じであるんですね。で L2 ボタンと書いてあるから、 L2 をポチポチ押すと、この召喚獣セットの召喚獣をどんどん変えていけると
いうことみたいなんですね。で実際予告編でもこの召喚獣、セットしてある召喚獣がパッパパッパ変わってってるんですね。例えばこの今攻撃してた後ジャンプしていきなりタイタンの召喚獣にパッて変えるんですね。そうするとどうなるかというと、右下のスキルの丸三角のところのボタンで発動すると思われるスキルのところがタイタンのアイコンに全部変わるんですね。なので多分主人公は人間で戦闘してる時に召喚獣をパッパッパってセット変えて、でそれで出せる技が、右下のボタンで出せる技が変わっていくと、一瞬で変えることがしかもできるという感じみたいです。でこの後予告編だと、まあ、予告編のリンクもね概要欄に出しておくので、まだ見てない方はねぜひそちらの方を見てほしいんですけれども、もしくはね見た人もちょっと注意深くまた見てほしいんですけれども、この後タイタンの召喚獣にセットを変えて、でタイタンのスキルと思われる範囲攻撃みたいなのをダーンって出して、あたり一面の敵にね大ダメージを与えるみたいな戦闘をしてるんですね。なのでね、状況に応じて召喚獣をパッパパッパ切り替えて、まあその時その時の一番いいコンボ技みたいなのをね組み立てていくとかいうのが面白そうだなって感じですよね。ただ気になるのが、主人公はドミナントじゃないということになってるので、召喚獣は宿してないはずなんですよね。なのに召喚獣の技を使えるということは、もしかしたら主人公はドミナントの人たちを回って、その召喚獣の力を一部授かるみたいな、弟からねフェニックスの力を最初授かるみたいな感じで書いてあるので、そんな感じでドミナントを回って仲間になって、でいろいろねその召喚獣の力を一部授かって強くなっていくとか、そういうシステムなのかもしれないですね。でそんな感じで、例えばオーディンをセットした場合は、なんかそのオーディンの下に謎のカウンターみたいのが出てきてて、これは攻撃を当てるごとにメーターが増えていくみたいな感じになっているので、このメーターが溜まりきると、まあ斬鉄剣かなんかわかんないけれども大きな攻撃が出せるようになるんじゃないかなって気がしますよね。でオーディンにセットし直すと、スキルが、右下のスキルがオーディン用のスキルに変わっていってて、でオーディンだとね物理攻撃が得意そうな印象があるんだけれども、アクションの方とかも剣技がねすごい乱撃みたいな、ババババババみたいな感じで剣技がすごいの出てたりしてるので、まあ、その召喚獣のタイプに合ったような技が出せるようになるということでいいんだとは思います。まあ、個人的には召喚獣ではバハムートとオーディーンが一番好きなので、私ははいこのオーディーン使ってみたいなって感じなんだけどね。レベルがね26ぐらいでそのオーディーンもセットできるということだから、そんなにね後の方にならないと手に入らない召喚獣じゃなさそうかなって感じですよね。でスキルの方には個人的に気になってるのがグングニールって書いてあるんですよね。ただこれ使っちゃった後なのか分かんないけれども、クールダウン中みたいな感じで、まあ、メーターがちょっとずつ溜まり出してるのかなって印象なので、まあ、グングニールのもね必殺技の一つだろうから、これがどんな感じになるのかね早く見てみたいなって気がしますよね。で魔法の方もちょっと出てるみたいで、これなんだけれども、ここでダイヤモンドダストみたいな魔法を主人公は使ってるんですね。でこの時シバーにセットしてあって、召喚獣シバーで、で右下に魔法のアイコンが出てるんですね。でもこの時切り替わってるんですよね。で真ん中に R2 ボタンって書いてあるんですよ。なので R2 ボタン長押しでこのスキルのボタンを押すと魔法になるのかなって感じで、 R2 ボタン離すとさっきのその物理攻撃じゃないけど物理でのスキル、芝用の物理のスキルになるのかなという印象ですね。なので他の召喚獣も魔法が使いたければ R2 長押ししてなんかその召喚獣の魔法を使うみたいな感じになるのかなという印象です。で R2 を離すとこんな感じでさっきの物理のスキルみたいな表示になるという感じですね。ただ魔法とかが2種類ずつしかないのかなっていう疑問はあるので、もしかするとその戦闘の前に事前にもっといろんな種類の魔法を召喚獣は持っていて、でスキルとか、まあ、スキルの方とかももっといろんな種類が本当はあって、事前にねセットしておいてその2つ2種類を戦闘中は使えるみたいな感じになるのかなとか思ったりしたんだけれども、まあこの辺はねどうなるのか楽しみということですよね。まあ、魔法が召喚獣2種類しかないってちょっと寂しいから、やっぱりねレベルが上がっていくとどんどん覚えていって、で好きな魔法をこうセットしておけるみたいな、で自分でねいろんなコンボをね組み立てていけるとかいうシステムだと面白いかなって感じですよね。ではですね、次に巨大召喚獣の戦闘シーンが今回そのハド表示とかもありながら出ていたので、ちょっと詳しくね解説していきたいなと思うんだけれども、まず何種類かあって、最初あったのがこの今の
人間でのその表示、左側が自分たちだと思うんだけれども、召喚獣セットしてる召喚獣、今はフェニックスをセットしてるんだけれども、ヒットポイント表示と多分マジックポイント表示みたいのが出てるって感じ で右側が敵のヒットポイント表示だと思うんだけれども、これシバーって書いてないんだけれども、シバーともしかして戦ってんのかなとか思ったり して見てたんだけれども、ただアクションの戦闘してるというのだったら、そのポーション回復アイテムとか技の表示がないんですよね。となると、 どういう戦闘をこれはしてるのかわからないという感じで見てたんだけれども、まあ、人間の状態で巨大召喚獣と戦うイベントバトルみたいな感じなのか、それとも自分たちが何かしらの形でシバーを召喚獣としてこう呼び出して敵に攻撃を与えてる状態なのか、でアニメーションの間だから下のアイテム表示とかが消えてるとか、そういうことなのかなと思って見てたんだけれども、ちょっとこれはねよくわからないなという感じですね。まあ、もしね、なんかしてる方いたらコメント欄でぜひ教えてください。人間ででもフェニックスをセットしてる状態だからね、シバを呼び出すっていうのがなんか違和感あるんだけれどもね、だからやっぱシバと戦ってんのかなって感じだよね。で、次が巨大召喚獣対巨大召喚獣の戦闘のシーンということなんだけれども、自分が巨大召喚獣になるということみたいですね。で、この場合はイフリートになっていて、イフリート対バハムートという対決になっております。で、波動表示はもうシンプルでヒットポイントしかお互いないみたいな感じなんだけれども、非常にわかりやすいなということですよね。でも巨大召喚獣同士の戦いになっちゃうと、アクションとかじゃなくて単性のなんか技の選択肢だけで戦闘になるのかなって気がするんだけれども、これでアクションだったらねめちゃめちゃ面白いとは思うけれども、ただ予告編を見る限り一発一発がとにかくでかいみたいで、なんか本当一発食らうと瀕死みたいな感じでヒットポイントゲージがガー減ってってるので、どういう状況で戦うのかわかんないんですけどもね。まあイベントのボス戦でお互い召喚獣になって戦ってみたいなことになるのか、それとも自分たちがなんか巨大な召喚獣を呼び出せるようになっていって、その召喚獣を呼び出すと相手が巨大召喚獣だろうが普通のモンスターだろうがこのバトルになるのかなとか、そんな感じなのかもしれないですけどもね。あと戦闘自体がね、本当ポケモンみたいに君に決めたみたいな感じで、あとは自動で戦うのかランダムなのか、この攻撃をしろとか選べるのかとかね、ちょっと気になるところではありますよね。まあ、とにかくね、予告編見てみると巨大な召喚獣がね細かい描写で滑らかに動いてますのでね、ぜひ確認してみてください。ではですね、最後にちょっとだけお色気シーンがパッて出ていたので、これを解説してね終わりにしたいなと思うんですけれども、黒髪の男の人と金髪のショートの女の人が裸で、まあ、ベッドに寝っ転がってるみたいな感じなんだけれども、まあ今出てきているキャラクターの中で言うと、多分黒髪の男の人は主役のクライブで、で金髪の女の人はベネディクタというガルーダのドミナントですね。ガルーダっていう召喚獣を宿しているドミナントで、結構なんか冷徹な感じの女騎士みたいな感じで書かれてるんだけれども、この2人が何かしらの形でもしかしてくっつくのかなという気はしなくもないんだけれども、まあ、とりあえずベネディクタがヒロイン候補ということでいいのかなとかちょっと思ったりしてたんだけれどもね。ただ公式サイトを見てみると、クライブって15歳って設定なんですよね。なので15歳、まあこれがクライブかどうかわからないけれども、まあクライブが成長した後の話もあるみたいなので、どこかでねストーリーが時間飛ぶんじゃないかなって印象ですよね。で大人になったクライブとこのまあ成長したベネディクタがくっつくのかなみたいな感じでちょっといろいろ妄想を膨らましてたんですけれども、ただ公式サイトには妹的な設定で3歳下のね女の子が幼馴染じゃないけれども、まあ一緒に育った仲ということでヒロイン候補でいるから、まあ三角関係みたいのがあるのかなとかね、そういうのも面白そうですよね。まあ今後のね情報に期待したいなという感じです。で最後にちょっとだけね開発者の人の言葉で気になるところがあったのでね紹介したいんですけれども、こちらね高石、ディレクターの高石が言ってることで、ゲームとしては最初から最後まで通してプレイできるところまで来ましたということですので、もうゲーム自体のね骨組み自体は完成してますよということなんじゃないかなと思います。いやこれはね来年の夏がまた楽しみだなという話ですよね。ではですね、ファイナルファンタジー16-2023年の夏発売予定でプレイステーション5独占タイトルということになっております。
で、プレイステーションプラスのゲームカタログ、エキストラ以上のプランに入った場合、ゲームカタログがプレイできるようになるんですけれども、そこにね、ファイナルファンタジーの15がありますので、これね、入っていればフリーでプレイ可能ということですので、まあ、16、16が待ちきれない方はね、この機に15やってみるのもいいんじゃないかなと思います。それじゃあね、今日はこんな感じで終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またね、何か新しい情報とか面白いニュースとかあったらね、すぐにお知らせしていきたいと思いますので、まだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、ラビットでした。皆様の良きファイナルファンタジーライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。